西口さくらんぼ東根駅は山形県東根市さくらんぼ駅前一丁目にある東日本旅客鉄道の大雨本線の駅である山形新幹線の停車駅である1901年に大雨本線が山形駅から立岡駅まで開通した時東根市内に設けられた駅は大日本帝国陸軍陣町基地の最寄りになる陣町駅だけで 市の中心部には設けられなかった。その後、要望の高まりを受けて、東根市の中心部に新しく駅を作ることとなったが、1910年に東根温泉が湧き出し、1911年に開業した東根駅は市の中心部よりも温泉に近い場所に作られた。そして90年近い年月の後、山形新幹線の新庄延伸が決まった際、 東根市では新市街地の形成を図るための大規模な土地区画整理事業が推進されることとなり、その各施設として現役の北600メートルにあった蟹沢駅を移設、整備することとなり、新幹線停車駅として開設された。このため、公式には新規開業ではなく、蟹沢駅の移転、解消の扱いとなっている。 東根市がらんぼの収穫量日本一であることにちなみ、自治体側の要望かららんぼと自治体名の東根を合わせた駅名としている。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅。一番線ホーム中央には冷暖房完備の待合室が設置されている。また、 一番線二番線の上下線両方に出発信号機が設置されており、団体臨時列車などが当駅で折り返し運転を行うことがある。当駅に交換設備が新しくできたので、神町駅や東根駅にあった交換設備は撤去された。駅舎は3階建てで主に東口側に立っている。駅舎の北側は1階には待合所と売店兼食堂、3階には 改札口など JR の施設と個線橋がある。2階部分は大きな吹き抜けの階段となっている。南側は市の施設が入っており、1階には東根市観光物産協会、2階にはコワーキングスペース C&C 東根、3階には公益社団法人東根市シルバー人材センターがある。改札口の前に自動券売機が設置され、 出発口は一人の職員が出発係と改札係を兼ねることができる構造である。山形駅管理の業務委託駅。緑の窓口、自動券売機、指定席券売機、新幹線にいいチケットサービス用簡易スイカ改札機、待合室が設けられている。以前はビュー旅センターも設置されていた。直営駅時代は、 管理駅で、神町駅と東根駅を管理下に置いていた。エレベーターが全部で4機設置され、西口と湖泉橋、湖泉橋と一番線、湖泉橋と二番線、東口駅舎の各階をそれぞれ結んでいる。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は1367人で、ある。山形県立東根工業高等学校が、 並行した2014年に大幅に減少となっているが、山形県立東桜学館中学校、高等学校が開校したこともあり、再度上昇に転じている。駅設置にあたっては約1300人の乗降を見込んでいた。なお、近年の推移は以下の通りである。周辺は東根市の中心部にあたり、駅の東側には市役所などの市の機関や銀行、 郊外型の小売店などがある。東口の駅前には駅前広場があり、山港バスや市民バス、タクシーなどが発着する。東口から東側の市役所方面へは広い歩道が続く。停留所名は桜んぼ東の駅前である。ありがとうございます。